エン・リヒテナウアー像、ヨハンニス・リヒテナウアーは、14世紀ドイツの剣術家。1300年代半ばに、中部フランケン地方リヒテナウで生まれたと考えられている。その人物像については、ごくわずかにしか知られておらず、現在ニュルンベルクのゲルマン国立博物館に、所蔵されているニュルンベルク志向、及び彼の弟子たちによる、語意仲会の中に、彼の教えと共に伝わるのみである。 主公の著者によれば、リヒテナウアーは偉大なしであり、その技を習得するために多くの土地を旅したという。後に15世紀の主公では、リヒテナウアーの弟子を辞任し、その教えを受け継ぐ剣術家の集団として、リヒテナウアーの友が言及されている。この故障は、1460年代に、パウルス・カールによって確定され、おそらくは15世紀後半に、 聖丸故郷大団の台頭と共に使われなくなった。リヒテナウアーの教えは因文追句の形で部分的に伝わっている。これはおそらく熟練していないものを教えから遠ざけ、一方で理解したものには記憶術の体系を提供するために故意に難解にしてあると考えられている。リヒテナウアーの剣術体系は今日ドイツ流剣術と呼ばれるものを生み出した。 その教えは、様々な剣術書に収録された、語位中介において、15世紀には、ハンコデ・ブリンガー、ジーク・ムント・リングエック、ペータン・フォンダン・ツヒラによって、また16世紀に入っても、パウルス・ヘクトル・マイアーらによって、中介が施され、拡充され、修正され続けた。実際、どれほど自尊心の高い剣術家であれ、たとえその剣術がリヒテナウアーから、 あまり影響を受けていなかったり、いくつかの要素が明らかにリヒテナウアーの競技と相入れないものであっても、リヒテナウアーの伝統を受け継いでいるように振る舞うのは、ほぼいやおうなしにしなければならないことだったのである。すでにリヒテナウアーの時代、武術は、ある特定の武器に限られたものではなかった。しかし、リヒテナウアーの教えは、長剣、剣とバックラー、短剣、小刀などの武器使用や、 甲冑戦闘、平伏戦闘、また時として、騎乗時の戦闘における組打ちに関する、どちらかといえば、テクニック重視のものであった。15世紀半ばには、リヒテナワーの伝統を受け継いでいると主張することが、剣術家にとって名誉あることになっていた。パウルスカールは、リヒテナワーの共の16人の剣術家を一覧に、している。ありがとうございます。